ハ沼ヌマは、社会教育団体、収容団を設立した、日本の社会教育課。1882年2月22日、福島県山郡相川村出身。父の行商人、高橋岩志郎が行方不明になったため、母が岩月村のハ沼一太郎と再婚し、3歳の時に、ハ沼ヌ姓となる。 小学校尋常化準教員を経た後の1903年、東京府市半学校に入学し、寄宿舎に入る。在学中の1906年2月11日、仲間と共に学校教育への問題提起を目的とする、収容団を創立、主幹を務めた。1907年に卒業、赤坂尋常高等小学校の訓導となる。 1910年には収容団の運営に専念するため教職を辞し、四谷左門町に収容団の事務所を設置した。明治末に同団の経済的援助者として渋沢栄一や森村一左門が顧問に就任し、学生のサークル的な活動から始まった。収容団は社会教育団体として社会的な信用を高めていった。 1921年からは渋沢が設立した、協調会の労務者講習会の運営を担った。戦後は、東京青年文化会館の運営に携わった。1973年6月、日本を守る、解決成に参加。1980年6月6日午前3時30分、死去、合図会会員、ありがとうございます。